西武ライオンズ、交流戦も定位置確保。スタメンを大きく動かした西武だったが、今季3度目の6連敗で、リーグだけでなく、交流戦も最下位となった。借金は2016年8月以来の20に膨らんだ。スタメンの野手3人を入れ替えた。4番は56試合目で今季早くも6人目となる本山を抜擢。5番ライトで長谷川、7番捕手で住谷を起用した。コーナーはいらない。トレード出せ、まともなバッター取れ。使えない金髪ゴリラはいらん。1軍対2軍の試合みたいやな。西武が最下位か、今に横浜も最下位争いに入りそう。先発、竹内まで連敗は続きそうですね。高橋の挑発、ヒゲ面、あの締まりのない体は下品で見苦しい。髪を染めてる糸間があったら走れよ。散髪しよう。チームに緊張感がない。スタメンメンバー、イースタンリーグかと思った。完封負けの誰がやっとか。ダメだこや。心中お察しします。最弱対決はそちらの勝ち。元山4番はやばいな。それだけ戦力厳しいんやろな。ドラゴンズより下があるのびっくりした。そんな西武に2敗している中日が一番弱いんじゃないの？簡単に点を与えて、点が取れません。先制されたら負ける確率が高い。打つ手なし。だろ、渡辺 GM。ソフトバンクと20ゲーム離れましたね。あとは、CS 自力消滅がいつになるかの問題。監督変わっても負けのペース変わらない。監督代行の代行呼べよ。ほら見たことか。交流戦、断トツ最下位が見えてきた。打線が点を取らないからだよ。早くあの3人、責任取ってくれ。監督代行を兼務して、ベンチに座ってる GM が投手編長ドラフトした結果が4番本山。話にならないね。現状では、プロのレベルに達していないとしか言えないな。練習しましょう。